前回、無題のね。え、無題無代とか、あの、無題とは何だ。そう、無題とはんだと。作品につける無題とはんだってやつね。無題をこっちから決めていこうと。うん。これは無題に違いないそうそうそう。だから。世の中にあるものもね。あの、もうすでにやから、えっと、未知との遭遇とか言うとさ、無題ってしたらさ、あの映が全然違って見えてくるよ。ね遭遇のこと考えて見てるじゃん、最初から。で、遭遇っていう字がね、 前からそう、銅かにも読めちゃう、読めちゃうね。細かいね。そうそうそう、あそこがあの、あの、イワシ役とかあるじゃん。ああ、イワシ役。とかあるよね。多いよね、このね、銅像は、何本、その、渡せば、イワシが落ちないかっていう問題はあるよね。あの、台所でね、重曹ってやつあるね、あれはもう、洗うんでしょうん。像の層だよね、あれ。 パン膨らましたりするときにも入れなかった。あ、入れんのあれケーキか。ケーキ、重装入れるの重装入れてたや昔。俺。あの、宋ってあの宋だよね。あの、もう、宋の宋。のあるやつ。そのイワシだよね、問題の。あれ、軍曹の方の宋。軍曹の宋だよね。そう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 。重のはね。重宋はね。えそんな話じゃないんだよ。無題でしょ無題ってか、無ラジオネームだから。え無題じゃないよ。無ラジオネーム。ということはもう、ラジオもねえ。 車もねえってことになっちゃう。<laughs> う,ね、うん。そうだな。おまわり、<ら>毎日、ぐるぐるになるよな文。文化放送嫌だになっちゃうじゃん、俺。そう、文化放送嫌だになっちゃうね。ならないように、まあ、俺たちも頑張って答えていかなきゃいけない。伊藤聖子さん、三浦淳さん、おはようございます。うん、長い質問。うん、一週にわたって。そう、一週にわたって。やっと、内容が解かされんだね、これ。たった二行のものなのにど。なるほど。行か。オッケー。 色気とお色気の使い分けがうまくいきません。終わり。終わり、これ。これわかるのそれは、お尻と尻だと思うんだ、俺。あー、なるほど。なるほど。俺ね、ベンザーのとこに、その、ウォシレットとか突き出してから、ビデっていうのと、お尻っていうのが、そうだね、あともう一個、洗浄だ。洗浄、洗浄。洗浄、ビデまでは、大人の世界だけど、お尻って言われた時にね、そうだね。 尻でいいんじゃないかと大人の尻だろうって思うんだけど、王をつける。そのお色気も、若い人につくやつなんだよ。お色気って。色気は、大人のこと葉。大人の色気、指揮官とか言うもんね。子供のくせにお色気出しやがっての時に、王はつかないかなって前から思ってんだけど。じゃあこれはちょっと、う。ん ちっちゃい、かわいい、お色気なのいいプリティー色気のことだよ悪魔と小悪魔がいるじゃんそ,うそうそうそう。小悪魔がお色気で、っっ悪魔は色気なのか。と思うんだけど。熟女と、その、その手前みたいな。ああ。分け方なんじゃねえかと。大,大人、うん、ああ、なのか。うん。王を取るべきなんで、ね。王を取る文化ね。うん、王を取る文化。もう、お尻のあたりがなんて言っちゃダメだと。うん、尻がと。 おももうそろそろ日本語で取れてもいいやつ、熟してるやついるでしょ。あいいあ、なるほどね。ええ、うん。もう、お膳とか。お膳とか膳でいいじゃない。<お>う,うん、味噌汁でいいじゃないかと。あ、お味噌汁もね。あのー、そう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 。お、お味噌汁でしょ、うん、もうお味噌汁で通ってるのに、うん つけけけるるののはまだだだだ出ししでょ紹介す名前味噌汁人に言う時はさ「お」つけてよってみそ汁って言うんだけどさまだ広がってない時の感じなんだよ5月って。 可愛く見せてんだもんね。そうそうそう。まだ可愛く見せてこれは可愛いから、お手や、お手やを柔らかに柔らかでいいんだよ。手柔らかでいいんだよ。柔らかでいいんだよ。柔らかにお願いします。いいんだよ。あの時は、へり下ってるんですよ。あ、へり下って。るおで。確かにそうだね。なんか、新人ぶってる。あー、そうかそうかそうか。そこに、色気と色気の使い方。お眼鏡とか言わないもんね。もう眼鏡だもん。普及してるから。 じゃあ逆に言ったら、今までついてない、うん、 おスマホとかいう、いうことで分かりやすくなるんじゃないスマホみたいなやつが、新新心残が、いきなりづめられて、スマホなんていうんだスマートフォン。おをつけて出て、出直すてことそう、出直してことバカ野郎と。おスマホだと。おスマホだと、お前らんかあれは。そうすれば、いきなり来た途端にもう説明書がついてなくて、こんな、なんか右左に動かすの必死じゃん。あ、必死。そんなこともなくなるよ。おスマホだらそうだそうしようがないもうちゃんと、私の使い方はと思って私。 はじめました。もトラさんみたいな、もう。それ、シリでしょシリが、トラさんみたいなっトラさんみたいな。うん。私、生まれも育ち、もスマホ、おスマホでございます。って言ってなれば。始まればいいじゃん。ね。あー。丁寧なるほどね。丁寧さがなくなってるし。そうだわ。えもう、やっぱり減り下ってるまんまのやつもいるし。統一したいわ。なるほど。今、 え、減りくだりすぎてて、実はへりくだってないやつと。その逆のやつがいて。社会がちょっとバランスが悪いと。おバランスだ。おバランスが悪い。ここにバランスつけていこうと。つけていこうっていうのが、この雑談の。おじゅんの、おジのね。おじゅんの。おジの。スケバンだったらまあ、新人だったらおじゅんおじゅんからだよ。ちょっとおじゅんタバコ買ってきなっていう。だろ。俺だったらおせイだ。おセだね。もうもう、もう、おセイ。おセは関係ないよ。 ええー、あとね、これね、面白かったんだよね。あの、うん、ま、ペンネーム、<ん>カリマンタンジンクス。もうよくわかんないだ、ね、ろカリマンタンジンクス。ここはもうスルか。スルシとカリマンタンクスはいいわ。ええー、と、三浦さん、リトさんいつも楽しく拝聴しておりますなんだけどね。今、三浦純ブーム真っただ中の私ですが、三浦さんのアウトドア般若信業のルーツのようなものを見つけましたっていうなんだろう。マジで <laughs> 中国の真の時代、4世紀頃。<laughs> そんな前か。ある、はい。すごいじゃん。 まあ、確かに、王義氏っていう人の話。王義氏ってあの、うん、も書の、もう本当に、空海とかももう王義氏の書を学んだぐらい、王、うん、義氏って最高の人なんですよ。うんうん、書の歴史上でスーパースターのような人物がいて、うん、その王義氏の書をこよなく愛した、唐の大宗皇帝っていう皇帝がいて、うん、大宗皇帝は、うん 大義氏の書が好きすぎて、うん、彼の親筆、親筆ってのは本当に書いたやつね、うんうん、を、すべて自分の死後、お墓に一緒に埋葬してしまったほど好きなんだって。で、この人が、大宗皇帝が、はいうん、ある仏教の教えが書かれた文章を、うん、大義氏が書いた文字から一文字ずつ寄せ集めて、なるほど石碑に、掘らせたんだなるほどなるほど。なるほどえー、もう約20年の歳月を経て、そっちは20年かかったか。そうかかった。 で、一、うん、その一番最後の部分に般若心経が掘られていて、その般若心経も、大岸の勝負が一個一個はめてきたんだって。同じじゃん。おじゅんと、うん、お岸が一緒の星や、俺。俺の場合は、うん、ダイニングちゃんこ和歌から、<laughs> にゃの文字取ってるからね。若いっていうのは。そこがちょっと違うからそこ違うからこれ大岸縛りだから。ほで、俺の方はアウトドアだから。そうだね。外出てるから。これ、あの、ブック、ブック、ブック主義だもんね。ブック主義だもんね。そいろんなとこからブックから集めてきて、石碑に掘ったんだよ。でもまあ、センスは一緒だわ。それはそうだ。同じなんだよ。 そのユンケル皇帝義もすごいわ。ユンケル皇帝義は大層皇帝妃ね。大層ね。うん、えー、それがね、修字、集める字ね。うん、なるほどと。聖なる教えの女、修<あ>字修行女っていう書道ではポピュラーなお手本として今も広く使われてるんだって。その修字っていうのと、うん、俺が写経って呼んでた写真経だから、同じセンスだね。同じだよ。<の><前>ね。そうだね。あでもその人は、 尊敬があるっていうところがいい、ね。そう,そうです、そうです。大岸に対して、も好きで好きでしょうがないから、その文字が欲しいっていうのは三浦さんっぽいよ、ねうん。なるほど。僕ね。そのアウトドア般若心経をやって、一個だけ本当に真髄が分かったのは、うん 本当に焼肉の無縁焼肉の無とか、いろんな街中の看板で撮ってきた般若心境、俺はそう思って撮ってきた写真を DP に出して、一文字一文字看板に寄ってるからね、それをうちの事務所で並べてみたのよ。般若心境の通りに。になるかどうかで、見た時に、般若心境に見えた。一瞬。でも、よく考えたら、無縁焼肉の無で、バラバラにすると意味がないってことが分かって、 これが空だ空だ出た半夜神経を取ってないんだみたいな。即絶空、空足税式だそうなんですよ。人に変えだけで組織されてる人間の細胞もそうじゃないか。うなんだないんだ俺なんてみたいな。宇宙とはこれだそれだ。もうそれをね、うちの事務所で DPE の写真見た時に、見つけた時にね。すごいね。ピカーって俺が黄金に光った。下からね、黄色に光って、上がってきる。その時俺がいてやれば。 本当ですよ見てもらえれば見て,見てるもん俺 三浦さん光ってるよっていう声が出んじゃん。だんだん光ってきてると。ああああこれなんか今、三浦さんなんか今思ってんじゃない思ってんじゃないって言ってなん、ね、か光った時あったんだけど、目撃者がいないの。いないんだ、この奇跡に。まあ、ビカーって光った時はないんだけど、<laughs> いかんせん一人なんだよね。ねそれに、無とは無縁ロースターの無なのだとか言ってるからね。はいうん、人が分かってあげられるかどうか。ううな微妙なとこっちにはほら笑いを入れてるもんで。まあまあ、まあ、まあ、 いかんせんね、いかんせん、いかんせん、ダイニングちゃんこ、若歌が出ちゃってるから、だけど実際は、つまり組み合わせ次第で意味を生まれるんだっていう意味だからね、しかもあれやってからもうずいぶん経ったけど、完成してからずいぶん経ったけど、今、ダイニングちゃんこ、若がないから。なるほど、とてないよ。 ずっとあると思ってた新宿店、六本木店。もう店自体がないから潰れちゃって。これは。無駄ね。諸行無常だよね、これは。諸行無常の響きありだよ、これ。いいわ。うん。うん。三浦さんと大層皇程がね。ありがとうございます。うん。あの、いつか、うん。どっかで。夢でね。夢で会うから。夢だ。そうだ。あ、あ年承認が。そうだ。あの、夢で会った話だ。あ、あ、時代が何百年違うのにだ 大走皇帝って覚えておいて、太い宗教の種だから。多分ね。俺大層って言ってくるから、向こうが。俺大層って言ったら分かった。うん。覚えてないときに。敗走で覚えてくわ。さっきでも変なこと言ったでしょ。ユンケル皇帝妃って覚えて皇帝で覚えちゃってるから。大層でも。皇帝で覚えちゃう。いくらでも皇帝いるから。俺大層にあったらね、ちょっと、まあ、打ち解けると思うわ。そうね。そうだよ。絶対俺、その時そう思うわ。 ごまかそうと思ったことはないかっていうことだけは聞きたいんだ。<ー>俺もやっぱりお釈迦さんが悟った前にいっぱい魔のね、魔の誘いがあったっつーじゃん来た来た。悪魔の誘いがあったっつう。こんなもんね、うん、書けばね、書いて街に貼れば、写真撮ればいいんだ。いいんじゃ 自分でも作れんじゃねえかっていうことに、当然間が、うん、間が囁いてきたよ。うん、それに何回も。作りと変に分ければ、あるんじゃないかとかある、ねある、思ったよね。きっとあると思う思った。で、表札の名前の、うん、とこから、犯人は心経を探そうとしたときに、うん、表札屋で安く作れるんだよ。うん、それも、 あの、難しい、ギャーティー、ギャーティーのあたりの文字。とか。ギャダさんとか。ああ、作って。それで、ちょっと撮ったらば、ばシュッと完成するのに、と思った。あった何回も夜中思った。恐ろしいやつね。恐ろね。も、何回か思った思、うん。そうだよね。こんなもん自分がシュッと書いちゃえば、うん、そ,そっくりに、取れるもん。実は。そうだわ。 ひょっとして撮ったかもしれない。知ない。間が刺したかもしれない。大岸にそっくりのやつ書かせてた。そうです。だからね、こっちは。できるでしょそんなこと。筆だから。オリジナルだから。いくらでも作れるんだ。ここ。間が刺してないかと。間が刺してないかと。間は刺さなかったかって話の時に、ぽーっと顔が明るんだ時に。ああ、もう体操やった。る操体操やっとるな、こ操やっとるな。伊藤聖子、三浦淳の雑談。 ラジオネームりいい話だいい話だそれだけでね僕ね男はね実は良かったんじゃないかっておとついぐらいに思ったんですよ先走りのねあの感じあそこまでで男は快楽を得てんのにそっから本気になる本の方に行くあそこから女の人にバトンタッチしちゃって で怒られる1個だけの事をいたしてる時に。の駅で住んでてよかったんだよ、うんうん、男ってバルトリンまででよかったんだけどザー、うん、までザーを出した時から。うん 一人ではの人想では行けていけたいっていうことの諸行無常を感じたんじゃないかっていうこの間ずっと思ったんですよ僕今もうねあのあれだカウパバルトニーああそうかあれかんないカウパー主義なんですよカウパ主義カウパ止めっていうかカウパーでシュート終わるみたいなカウパーだけでいいんじゃないかみたいなははでも男に 本能っていうのをつけとかないと、思想反映しないから、カーパーの先のことまでをね。つけて。つけ。でもそれはトゥーマッチなんじゃないかと。じゃないかって、やっぱり年取ると、ようやく気がついた。あのさ、あの、あの、えいお坊さんとかのさ、修行とかのさ、ま、あ偉いお坊さんになっても、その、そういう女性とのね、交わりをなくすとかっていう修行あるけど、その時に、その、そ、そういうのはどこまでなんだろうね。ね。 全く何も。カウパーブーとかいうのもあるのかどうかでしょ。もう何にも思ってなくたって、そうなっちゃう時はあるわけであるあるあの、気がつかず、思わずカウパーみたいなあるある。思わカウパーが。あるカウパーが。いや、そんな話じゃないんだ。先週話題になったのは、カモン達夫さんのぼったくりイヤイヤ温度ではないでしょうか。そうだったの。あ、僕それ言うのは忘れたけど、行ったっていうか、あそこらによく行くから。ほんでね。 立ち止まって聞いた聞いてみた。立ち止まって聞いた。ぼったくりはダメですよっていうことがあって、三浦さんの歌が聞こえると言った人がいたわけですよ。いたって、初めて聞いたときに、気にはしてたから、たまたままた UFO キャッチャーやりに行ったのよ。また、なんか流れてたんだよ。今までね、流れてたときに気がつかないからわかるわかる。UFO キャッチャーの肘だったから。これ、ちょっと、このラジオで指摘を受けた。 俺の歌じゃないか、勝手に使われてんじゃないかっていうのをなんとなく心がにあったから、ふーっと立ち止まってね、聞いてみたらね、うんうん、カモンさんだったんだよ。るほどカモン達夫の紛れもない声だなと思って、な、うん、うん、ーーとか温度って言うんだけど、言ってた。あ言ってた。言ってた。ぼったくりいヤいヤ温度ってのあるんだね。じゃあ、カモンさんが頼まれて作ったか、もともとあった曲を使ったのかは知らないけども、 俺もあの時は、あカモン達夫だなって思ったんだけど、でもちょっとフレーズを長いこと聞いてみると、ちょっと違う節回しもちょっとあったりな。サビの部分はすごいカモン達夫っぽかったけど、そこを知りたいと思って、伊藤さんに言いたいと思ってたら、忘れたこの、先走りさんが、もうあるんだったら確認されて、解決、解決しました。えーと、あそうだ、あれがあったんだよ。 ある人がね、シンスのね、面目が丸つぶれのやつをね、いろいろ知ら、もう未来になってきた未来にもうなって、未来のやつ未来はこの間もらったよ。いや、未来に。もうえらい先のをシンスって言ってるやつはいたよ。ああ、本名オーケー、阿部隼人さん。阿部隼人さん。えー、諏訪御柱祭りの1356が、日本最古シンスとおっしゃっていましたが、おそらく世界最古シンス、1040を渋谷のバーで発見しました。ドイツにあるる現存す 最のビール醸造所だそうですプレミアムなんとかシンス1040って、これ、マジか。ああ、そうか、すごこれはすごいな、いいシンスだよ、これ。でもね、気持ち、国内シンスなんだ、俺。国内シンス、国内シンス、国内シンス、あ国内シンスが欲しいだってさ、そんなこと言い始めるとさ。 もっと日本も歴史古いぜ。その奈良時代とか言い始めるとってことになるけど。言いたくなっちゃうじゃん。うん、そう。悩ましい。悩ましいなぁ、これ。悩ましいなぁ、こんなことで。悩むのも嫌だな俺。さっきのね、どっかにね、もう一個ね、今紛れちゃったけどね、シンス 20×× って書いちゃって診察してる人がいるんだ。ずるいなぁ。シンスの面目、これ、丸つぶれにい 入れれば大丈夫でしょでも。丸つぶれだ丸つぶれだよね。真摯ってそういう、そういうことじゃないもんね。もうズル真だよねズル真摯だよねこれ。ズル真だ。まあ、つまり。ズルはダメだ。大義に、の書じゃないやつを使った場合だよねこれ。偽書だわ。偽書、偽書だわ、これ。偽書真摯だよね。義書真摯だな、これ。義書真だね。当然、こう、こう、古文書も出てくるけど、偽書も出てくるよね。それはね、あの、真摯が、あの、 流行ってる時には、やっぱり偽のものを、うん、出,出てくるって出てこ、出てくる。出てこすの流行りだもんね。 その、図、古事記があれば、津軽外三軍士と言われる偽所も出てくるわけですよ。竹内文書とかも出てきて、なんぼですよ。なんぼだけど、ここはビシッと、やっぱり、三浦あの、審査としては、審査審査の審査。審査の審査をする人が、審査だよね。審査員じゃないのね。審査員じゃないのね。審査としては、これは偽証だわ。偽証 20××× は議 議だよ,あよし来ましたそ <laughs> う決まったところでリンダ・ロンしたタと「ブルーバイオ」<laughs> 伊藤聖光三浦純雑談 この番組は司法書士法人新宿事務所の提供でお送りします。どうせこミラ君雑談メールはこちらまで z a t s u アットマーク j o q r ドット n e t 雑 at マーク j o q r ドットネットお待ちしております。はい。もさっき言ってたのがちゃんと見つかったから阿部はや、い、とのねいいあスモーキングシガレット進数 これバツバツのバツがもう一個二バツバツバツだと、うん。 あのダブル、あの、スリーバッツだと、やらしい意味なんだよね、そういうことは、大事な、あの、洋物、洋の映画には、ぺけぺけぺけ、ぺけぺでこの彼は、これをやられると、シンス・ゴーの面白みが台無しな気がするのですが、どう思われますか、のやっぱ審査としてさ、審査としては確かにそう、ね、これは義叙だ,だね。 と応募みたいのして、自分はこの年代、年,年数からそのタバコ吸ってますよっていうことを。 書き込んで、多分こっち側に商品が来るんじゃないかと思うんだよね。うん、ねねこの人からしたら台無しにしようと思ってないのかもしれないね。そうかね。号的に言うと、ねね。そうだかね。だからそういうところやっぱり審査。うん、多分これも安倍くん、うん、安倍さんが送ってきてくれたんだと、うん、シンの1981の9と8がドアのなんか、<laughs> あのね、だんか走らんところで切れちゃってる台無しにして、三浦さん審査にやっぱりこれ提出。 しとくわ。ーー面白いよ。ダイナシンスのシリーズだけ、<laughs> シンスの看板がちょっと破れてるとか、なるほどせ<れ>、うん、っかくキッを打ったのに、のにシンスの立場が丸つぶれなやつ。そのもあるよね。そ難しいのは募集していかざるを得ないでしょうね。続きまして、えー、ラジオネームスバルさんもう、 スバルで脱線しろって言われたとき、どうしてくスバルだよ。これ難しくだって。ま普通だったら、我は行く。まあ、我は行く。谷村慎治、陳平。陳平さん、まあビニボンが集めが好きだった聞いてる。今では集めてらっしゃるのかな。一回エロスクラップで。 300巻ぐらいに行ったときに、対談しませんかって、うんうん、あの雑誌社が言って、陳平さんの本に振ったとき、今はやっていないからもう静かにしといてくれって言われた、<laughs> 事務所から言われたーはーはー思い出ぐらいかな十分だ、十分。十分,いい十分振り返ったね、いい今ね。うん、しかもね、トークテーマ、ホームセンターだって。<laughs> なんかね、俺行かないっていうかさ、俺も三浦さんも免許持ってないってことがまずあるのよ。あれは国道沿いとかにあるじゃん。そう、あるじゃん。そうなんでね。あそこに行きようがないから、なんかこう、ロケみたいなようなとこで通って、大きいのがあるなとか、横にほら、植物がついてるから、あそこに行ったらいろんな土買えるんだなと思うけど、 やっぱり、伊賀線の世界ですまあまあね。これ。俺ね、でも、週間、あ、3日ぐらい前か。日曜日ね。行ったのあの、調布の日帰り温泉、調布の近くのね。え、いいのいいの乗って、いいとこあったんですよ。で、まあ、ちょっと遠いんだけど、まあ日曜日だし、と思って。で、行ったところ、まあ、駅から、その、なんていうかっていう、駅は、 えっとね、玉境かな。玉境っていう絵が、玉足のね、玉、ね、と何とかの八王子の境なんだ。多摩かで、玉境から二十分で書いてあったのよ。で、俺、まあ、行けるかなと思ったけど。 車でって書いてあったのを忘れてて。あこれは危ねえですものすごい遠かった。危で、途中でもうえらいことになってどうにかして、まあとりあえず行ったんですけど、そのやっぱり道路沿いが、ホームセンターだらけ。だらけなんですよ。もう、ホームセンター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 、トイザース、トイザースも入れてくる。あれも近郊にあるから。そうだね。トイザース。そうだね。ス、ホームセンター、ホームセンターで中には、あの、何あの、 ちょっと中古品のホームセンター。そういうのもあんだ、今。ありました。で、そこ入ったんですよ。入ったの入った。入ってみた。で、なんかね、ホームセンターだから、もう、並べてある品が、まあそこは中古品なわけで、あの、境目がギリなとこにギリなものが置いてあるんですよ。家電だったら家電。ね。家具だったら家具って分けてあるじゃないですか、でもでも、中古品だから。あるわけだ ここになんでテディベアなのかなっていうようななるほどなるほどダ道具って書いたのにテディベアが置いてあるじあれっとあ森つながりかみたいななるほどなるほどそこであの人のセンスが問われてるのよ問われてるうん確かそこの間を埋める正規のものは売ってないからあの回収した品で上まくグラデーションを置いてるだけだ置いてる置いてるんですよ。 頑張るね、それうん。で、ここにバケツかなっていうところにね、うん、ギリなところに、ねうん、置いてあったり。してんですよ。<laughs> その横に何かろうそく立てとか。<laughs> 非常用品か。なるほど。それで繋がったのか。バケツは非常用紙の入ってる。何ずーっとこう、トンチが問われてるわけトンチがるでやっぱりずーっと広いよ、広いホームセンターなん、うん、で。ずーっとやってるときに、グラデのあたりで、あれここ、途切れてんじゃないかっていうとこここなんじゃねえかって思ううまいとこにバケツとかをふっとこう振ってあげる。れるよ、ことで。うん。うん あの大きさももう違えてんのに、<ー>グラデの感じなのかな<ー>うまくグラデやりたいために、ねうん、ああ、防災用品で繋がってんだ。アウトドアじゃないんだ、んだみたいな。<あ>ここから先はちょっと一瞬防災なんだと。ええ、あ、ヘルメットもあるんだな,と,なと思った。 うん、やっぱりヒントが出るでしょやっぱいきなりバケツで、バケツだけだと考えちゃちょっとそこにしそう,そうそう、ヒントがちょろろっと。ろろっとあーっと。わかると思うんですよ。これは。で、あーっと思って、うん、あーっと、あーっと言いながら、うん、んだ広い表面、うん、ぐるぐる回って、うん、買うものが一個もないっていうか。<laughs> <laughs> すごいんだよね、ホームセンターって。いや、そうだよね。で、またこっちは車で行ってないもんね。買った時と買った時も大変じゃないですか日帰り温泉の時持っていかなきゃなんねいから。ものすごい重いよ。やっぱ車と共にあるなっていうのは実感しましたね。それは言えるね。だから我々ももう、車を運転しない、免許もない。え、ない。から、まあ、仏像を見に、結構、辺鄙なところに行ってないでね。行った時に。ええ。 あああればなと、本当に今まで三浦さんとは何回もそれを言ってました。すよね、どっちが取ればいいんだと、うんうん、じゃあ、三浦さんが取るかと、うん、俺が取ろうかと。うん 言うことまでいろいろ言うけど、あの、活動期に入ったことはないね。それからもうスタートしてないね、大体人が運転するロケバスの中でその話すんだよね。たりき本願なんだよね。ほどほどにしろっていう。そうなんだろうね。だからやっぱり、でも、まあ僕というよりはやっぱり、巡視純士の仕事、巡業から言ったら、あの、巡業の方が、あの、見つけるときにね。巡業行けるからね。巡業回れるからね、それで。あの、かなり見つけ、あの、 をつけるとなんですも車がああいうことって、やっぱり、こう、ちら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 見てるわけで、うん、物を考えて歩いたり、うん、物を探してる人には車は行けないんですよ。目的地に行くだけをしっかりしてる人じゃないと、命預けられないですもん、うん、<laughs> そななすもんなの。 真摯だとかっていうなる飛び出し防衛発見とか言ってたらばーんですよ。自分が飛び出し防衛になっちゃってんだから、もう、もう忘れもしないけど、見物機のロケ中に、こう、ね、琵琶湖の横を見に滋賀県入り込んで、タッチした、もういちいち止めてくれと。ロケバスオだよ。ロケバスをね。言っとくけど、仏像のロケでやって、飛び出し防衛のロケじゃないわけだから。止めてくれ。あるいは、引き返してくれ。引き返してくれ。わがまま出た、俺。 返せと飛び出しバカ者もでしょあああでもバックして、うん、ほんでも三浦さんが出動して,て、ね、取ってきて、ね、取ってもニコニコして帰ってたもんね,って,ねってたあの時こそもうあのその運転手がお前が、うん、免許取れようと思ってたと思うよた違うんだやっぱり飛び出し坊やとか、うん、あのアウトドア犯射神経する人と運転する人は別なんだよ、うん、やっぱホンはあのペネロープのような、うん パーカーを、あ,あ,あの、運転手としては、雇ってね、ああてサンダーバードの。ああ本当は、そこ乙女って言うのが、僕のやってる仕事は向いてるのよ。<laughs> 乙女の方な乙女の方が向いてるのよ <laughs> ああ。ここ行ってくださいみたいな。な地図あるからとかって言ってるのは向いてんだ。 今ほら難しいじゃないですか、その、老人に、運転免許を。そう、与えるかどうか。そう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 。な問題になってんじゃないですか。そうですよ。それとも違うんだ、この問題。そうだね。こっちはほら、飛び出し坊やとこの話だから。だから、それはあんまりテレビで言わないでしょう飛び出し坊やとかの人は、免許はもう発達した方がいいとか。そうだ、言わないでしょうあの、真数集めてる人はやめてくださいとか言わないもん。言わないもんね。あれは、 多数決では負けてるけど、何人かはいるんだよ、そういう中にね。事故ってるやつ。そうだよね。ずっといると思う。いや、それはそう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 。下手頑張ーとか思って、ばーンの人いるよ。だから、あの、シンスーは気をつけてやってくださいって呼びかけた方がいいね、我々が。そうなんです。うん。シンス号に熱中するのは分かりますけれども。そう、熱中するとね、事故るから、あれ。うん。それでも。で、また、シンス号の場合は、あの、ポケモンゴーの時は、うん。まあ、大体こう、つければ、 いないとかいるとかすぐわかるけど、シンスとどこから出てくるか,分かわかんない。もん。忘れてる頃にシンスって書いてあって、わーって思って。<laughs> この、この店前まで出してなかったのに出しやがったっていうのがあるから。<laughs> シンス出しも近頃あるの、うん、あるある。シンス出しがあるから。やっぱさ、シンスは明らかに流行ってきてるよね。流行ってきてる。流行ってきてる。っていうか、うーシンスが熟したとも言えるなって思うんですよ。ああ、なるほど。シンス熟しなだ。そこでやっぱり、 あの、うちらがね、気がついたんですよ。熟し始めた前。にいあの、いい色になってきたらなってきてんね。滝とか足したじゃん、前。滝とか足した。滝とか足した。そうだね。今はね、ほんと、もう完熟期なんで、取れ放題なんですよ。なるほど、なるほど。で、まあ、多分僕らが思ってる、まあ、丸つぶれじゃない方のね、大体20年、30年やっていただきたいと、真数言うにはっていうのが、ちょうど今ね、20周年、30周年迎えてるんですよ。年代にお にてからやっぱり、こう、揉むときも、ポロっともげるんだろうね、やっぱり。そういうもんじゃん、熟してるもの。あの、手を使わず、ぽろンと落ちて、落ちてきて、過去で受ければ、あ、真数が、取れたって。真数が取れたっていうのは、まあでも、実感はあるけどね、真数を集めたことのある人間なら、真数の取れた時の喜び。あるよね。でも 確かにこの、しん、ま、審査のね。審査、あ審査厳しいからね。う審査で、んー、2000年代かとかって、ま、勝手な話、こう、根をつけて。そうなんですよ。がっかりしてる自分の罪深さって言ったらないよね、審査たちの。で、し、審査としてはね、あの、飲み屋でね、店の前に黒板出してる人いるでしょ、ああはいはい。店の親父が一言言ったりする。あの時にね、 白木で審査書いてるやつ見かけたんですよ。いくらでもできるんですよ。うんうん、なるほどね。やっぱり、審査の基準としては、うんうん、やっぱり、印刷、うん、または、この、うん、このプレート。うん、プレートが一番でよねプレート、ね、ートまず、 第一はプレートプレート。もちろんプレート。結構金がかかるし、金がかかる。てで。そう。できたらちょっと上のとこにシンスをこう出してほしい。出してとして本当は。ベスト審査だベスト審査の、条件は。あり方は、あり方はそうね。こっちが見上げて撮るぐらいのやつが。それで望遠のカメラ買ったんだからわざわざ。シンス数通りのね。そんな手短でね、トレトレのカブトムシなんてなんか、あんまり魅力感じないんだそそやっぱ上の方に やってくれないと、カブトムシは。それかこういう透明なやつに、そう。ね、金色のやつみたいに刺してるやつね。あるあるあると、これ高級シンスだもんね。ジューシーなやつね。ジューシーなやつね。ジューシー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 はね、気がつかないときあるもんね。そう溶け込んじゃってね。ガラスとかに溶け込んじゃってるときあるもんだから自分もこう映り込んじゃってるから、もう幻覚かなって思うときの、ガッツは。ガッ打つやつね。 あるある。あるよね。あるあるある。で、僕らはメガネだから、あの、バーンって当たった時に、普通の人よりめっちゃめちゃダメージ大きいわけ。歪むんだよね。歪むよね。耳のところ年末の歪みってきついじゃないですか、メガネ。きついね。だってメガネ屋が閉まってるでしょ、ほら。そうなの。ね。旅行行こうものにも。歪んだままで行くんだよ。メれはね。 ちょっとでも歪むと、もう気持ち悪い。うん、あもう、ね見、見、見え、見え方が違うし。歪んだ見方をするとこのことだよ。本当にもう、世の中を歪んだ見方しちゃうなるほどね。ね<ー>俺ね、今、ちょっと歪んでるんですよ、実は。あ、あ<え>実は俺もちょっと歪んでる。歪んでる、うん、となるとね、ど,うん、どうす、どうするかどうするこれ。 自分で昔はやろうとしてたけど、自分でやると、もうどんどん手遅れの事態になるよね。もう全然ダメ。もう偉いことになっちゃうから、す<ぐ>自分で曲げようなんて思っちゃうら。ガチャガチャのもうなんだろう、コントかっていう状態になるよね、うん。右修正すればまた左が、左修正すると右左になるでしょ。ほとこう、置いた時に、カタカタカタッてや,やる。あ、嫌だ、それ嫌でしょ、あのー。メガネのあのー、 鶴がカタカタなんの嫌だ。鶴がカタカタになったってやつでしょそうそうそうカタカタなんだね。っていう、なね。イライラするわす。そう、イライラしますよ。えーえー、じゃあここで2曲目。ランディ・クロフォード、ウィンドソング。 伊藤成功三浦淳、雑談。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 まあ、ということで、はい、えー、ラジオネーム、ガンマ。ガンマっていう、ガンマガンマ,ガンマラジオムとかね、あの、特撮映画ありましたね。ガンマガンマ一1号だったかな。この人はね、30歳の女性なんですけれども、はい、こんにちはと。<laughs> 結構、こんにちはがあるんだよね。やっぱ自分が書くときだからかな、これ。こんばんは、ほら、ラジオでほら。そうか、聞いてる時間帯がけ。いや、さっきの、はございますとか言うのもね。今ほら、まちまちなんでしょうあそうそうそう、まちまちで聞けるから。そうだ。まさにそうだ。そうだ、ほぼ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 、ほぼ、まちまちだね。今夜から雪が降りそうです。まで。なんかいい、いい話が。こいこういうのがやっぱラジオっぽいよね。いいね。 こんにちは。今夜から雪が降りそうです。ああ、いい。ああ、いい。みたいい。雪が、アダモね、アダモ。アダモ、アダモ。アダモって名前が。ああ、いいよ。ああ、ほんにね。びっくりした。明日も、明日も仕事だから朝方が大変だな。なんか一人語り。なんかいいよ、これ。文化放送、チクラマリみたいな世界だいいよ、これ。雪見酒って、洒落てみたいですね。いいね。こんな時には温泉。 温泉って言ったら、混浴が醍醐味だもんね。そうだ、そう、うん、その、さ、うん、はがきか、メールさ、違う番組に送ったのが混ざってないう <laughs> ちらに言うことか、これ。おかしいよね。おかしいよね、これ。うち雑談のテーマっていう件名なんだけれども。うん、う、まあ、しいけどさ。うん、うん、でも。 という理由でテーマを婚約で雑談をお願いします。頼まれる形式になってるんだよね。なのそお題を集め。てもらって。お願いしますって言われるの。お願い雑談うん。ほんで言われて、俺婚約でも入ったことない。入ったことないないと思うな。川の川言ったんじゃないですか。あるあるある。シンない。あれはほら。 婚欲ならざるを得ないでしょ、うん、みんなだって、うんと、川の中にそのもうお湯が、うん、で、水着でみんな入ってるから。でも、それ以外の婚欲ってあ、あ、の時は女子いた川。いなかったでしょ婚欲っていうものでしょそれは。うん、でも女子が。がいてからこそ婚欲でしょなる,ほどなるほど、なるほど。んあの、実際問題の。婚じゃないもんねあの、子供と、おばさんみたいのはいたと思うよ。うん、あ、それはいた。うん あ、それは婚欲ですね。そうな、おばさんが入ってた。おばさんが入ったら。婚欲。婚欲って、でも、ヨラさんはさ、湯好きじゃん。僕、湯好き。湯好きで、湯好きなんだよね。ものすごい好きで、温泉、そう、日帰り温泉行くぐらい。ぐらいだから。毎週行ってんだから、もう。すごいね。毎週行ってんのうち。もう毎週毎週。結構入ってんの俺見るとさ、まあ、俺いこと入るの嫌いなの。そうだ、俺もそれ。俺はあんまり好きなもんないんだけど、温泉とか響き温泉とかに行って、 行くとか、泊まるとか言うことは、異常に好きだよね、三浦さんね。感覚は OL だから、俺。OL センスがあるから。ああ、そうか。今度の、あの、土曜日とかは、温泉行っちゃおうかなって。いや、ないかな行っちゃおうかなちょっとあるんだよな。なんだそちょっとあるから。あるよね、でも、ある。好きすがらも好きだから、風呂はそんなに長く入ってなくて、僕、あの、その温泉のどこの、 あの、定食やっつうのかなああ、で、ここで。低いテーブルにいろんなの。で、完璧に冷凍なんだけど、あれがうまいね。あれを食べに行ってると言っても過言ではない。で、最後、アイスどうしよう、抹茶にしようかなとか選んでんのが好き。OL だね。エルでしょ。OL だわ。でも、婚約はないでしょ、だから。婚約はね、何回もありますよ。何回も何回も僕、入ったことえ、それは、えっと、 地方の。それはもう、泊まりの地方で、何回も入ったことあるし、うん、何回も、あの、女子が入ってるとこも入った。そうなんですかね。ええー。やっぱ、だにあるんですか,か、うん、ありますね。あの、割と、パイタンっていうか、あの、白い色のとこは結構多いんですよ。そうか、なんか見えないわ、ね。なんか見えないから。いい、ね、わ。で、パイタンってことはないけど。パイタンではないけど、うん、自分もちょっと、性別を、 最近ね。性別なくしをされておられるから。ここ10年ってね、ぐーんと性別がね、わからなかった10年ではあったんですよ、自分。で、自分が、やっぱり入ると、ガラガラって、まあ、男風呂入ってても、後で入ってきたおっさんに、婚浴かよって言われてた人間だから、自分が本当の婚浴に入った時どっちで行くかっていうのがものすごいやっぱり悩みではあるんですよ。一瞬でこう捉えてね、雰囲気を捉えて。 俺、髪の毛長いもんで、うん、髪の毛くくった方が根欲感出るんですようんうん、うんあ。あれで出ちゃうんだ。出るんですよ。俺、ええ、これでは困るかなって思って、うん、まあ、というか、三浦さんも、ええええ、俺と二人で、ええ その、いちゃいちゃ入ってると、困るっていうんで、わざとくくった時あるよ、初期。初期、その方が間違われたよね。そうでしょ初期はね。うん。でも今はね、くくるとね、そっちの方がおばさん感が出るんですよ。あんまここもう濡らしたくないからみたいな。そう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 。さっき頭洗ったからぐらいな感じが出るから。 ここは、ヘアバンドをしていくべきか、していかないべきかを、やっぱりちょっと温泉入る前に、ちょっと見るのよ。なるほど。あの、行層<あ>。行層<素>。あ、岩がゴツゴツしてるかどうかみたいな。ま、あ読者層っていうのかなな。なるほど。あの、入浴<の>、うん、層。お、お輸を見て,てお輸送を見てね。あ、このおっさんだったら間違えんじゃねえかなと思うときは、どっち取ろうかとか。 結構考えてるんで、うん、風呂入りに行く時がちょっとね、脱衣状が長いのよ、ね、人より。友達と行っても、うん、友達、お前とか言って先入っちゃう、うん、俺はね、うん、髪の毛こう上げてね。<laughs> <laughs> ヘアバンド見て、中見てるから、ちょっと時間が、それはがあって。それはだって、変身してるからね。うん、そうなんですよ。変身して入っていく。そうなんですよ。この間もほら、和歌山行って、あの、ね、あの、行ったでしょ。た行った行った、行った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 、あの時も、駅前に、温泉ある。そうだわ。前、もう、前の日に、三浦さんからもうメールが来て、前、といか、いい湯があるから、入らないか、と。 いや、俺ちょっとその時間には行けないんでごめん、お湯の誘いでお湯の誘い来たもん、ね。来たでしょ。うん、そして行ったらもう、翌日会ったらもう、いうかよかったよかったっ、つってさ。もう、そうわざわざ。調べてんだね。タクシー飛ばして行ったんだもん。うん、そこまたね、混浴ではなかったんですけど、うんうん、地元の人が行くところなんですようん、うんで。いいね、いいね。うん、もうね。うん 濃い顔ばっかりなでう出た。で、その時の、僕、昔、トン祭りっていうのをよく回ってた時、トンマナ祭り日本の。その時もね、危機感を覚えたことが何回かあって。そういう濃い人たちの。濃い地元の人たちには、俺が女に見えるんですよ。なるほど。髪の毛のおいつやなんて女だろうなんて言う。まだね、風習が残ってる地区があってな。なるほど。その時、 くくった方がいいのか、くくらない方がいいのかと思って。ね、でも、もうくくるんだったら、もうパッツンパツンにくくって、ーはーはー単発に見えるぐらい。見えるぐらいにして入ったんですけど、ーはーはーもうそのトンマツの時も、髪の毛が長いからって言って、うん、髪の毛が長いから僕らをなんとかって歌ったように、戦争、戦争知らない子供たちでもあったでしょ、うん もうあの人たちお祭りで地元の人たちって朝から飲んでるから俺がもう地元にういると「あっ地元のやつじゃねえ」ってすぐ分かっちゃうからうも公民館で「打ち上げあうからこういう」とか言われて俺おじいさんだって7時ぐらいの人からトイレ行こうと思ったらトイレの後ろからガーッがじめになって <laughs> 後ろからおっぱい揉まれて「いやいやすいません」 あの、おっさんですよ、俺。つったら、かまうもんかみたいな。かって、そんな時に使う言葉か。何かね、かまうもんかっていうのは。髪の毛が長いころ女おっさおかしいんだよね。おけのみたいな感じだから恐ろしい世界が。温泉にはあるよ。温泉と祭りはある。うん、それはもう、あの、ある程度危険を承知でいかないとね。危険。そうなんですよ。危険がお伴な、泥水してるからね。まあ、まあある。泥水じゃないですか。 そうならないためにも、温泉とかも入るときも、おっさんであるってことを言わないと、急に女の人がね、うわっ、女だと思ったら、男だったとか困るから、えーるほど単語て、絡ませね、絡ませるようなことやるのよ、そんなことを自分のなんか、癖につけちゃったぐらい。セクシャリティこを強調しないといけないわけなんだ。 だから、生の狭間にいると、えー、ああバケツが何用品かわからないみたいなことがい起きてるんだよね。でそこの混浴でも起きるから。そうだよ。えー、だからやっぱり、ろうそく置くとかってヒントがやっぱり出るってう、うん、そうです、ね。でも、メさんさ、シュシュはしないのシュシュを、まあ。かわいいシュシュを俺、<や>探そうか一回。 あの、女性誌でも、まあ、何社か連載やってるんで、今、付録ついてるでそうね、そう、シュシュ、月が来た。シュシュきが来たのよ。で、いつもはね、あの、バッグとか別にいらないかなと思ってるんだけど、シュシュっていうものにね、なんかちょっとやっぱ憧れはんのか。憧れてんだ。ツヤの段ボールの薄いや開けたら、かわいいお花柄のシュシュだった。だから三浦さんに結構似合う柄な、 あるで、あれ。ある、ある。茶色、しかも茶色とかで、男でもいけるようなやつで、黒い花柄とかさ。好きそうなのあるなぁ。もう、シュシュ行ったら俺は、女風呂でしょ。そうだね。もう突入でしょ。もう、シュシュで、シュシュが正規、一つの正規のようなものだよね。そうだよね。新しい。それだったらもう、じゃあ、そっちの方の人だとか、女の人だと思われ、 そうそうね、そう、シュッシュだ,だったら、ぜひシュシュをつけていただければ。そうだよね。ちょっとここでじゃあ、ねえー、もう一曲僕から、ラングレースクールミュージックプロジェクト子供たちのね、バンドですっごい可愛い、<ー>バンドオンザラン。はい ミュラジュン雑談メールアドレス z a tsu アットマーク j o q r トットエイティですポッドキャストもやってますさてもうもう今日も雑談しちゃってしちゃったのあと二三分で終わっちゃうああそう雑談でキりがないから雑談なんそうそうそうなんだよねまあ僕らはこれをよく普通に電車の中だからもうずっとこの調子だねこの調子だねうん もう何年になりますかねいや、もう20年は、こっちに25年ぐらい。25年らい、雑談家はやってね雑談家としてのキャリアは長いよね。よく持つんよね。雑談。僕、やっぱり出だしはね、小学校の時の、えっと、視聴覚教室っていうとこに、テレビがついたのよ。で、まあ、学校行ったら、学校の話したり、友達の話したり、あれは雑談なのか、わかんないけども、 あの、いつも理科のテレビとか、見た時に、昼間、そこにね、勝手に入っていって、テレビつけてさ、他のチャンネル回したらさ、NHK じゃないやつもたら、普段一人で見てたらすっげえつまんなかった番組が、友達と見るとすっげえ面白いことなかった。なるほど、それはあった。ゲラゲラ笑っちゃうんだよね。コマーシャル見ただけでもすっげえ受けたり、あれだなと思って、 なるほどね。ルーツは、視聴覚教室にテレビがついた違うテレビに行ったらやたら面白い。同じこと思うんだとかっていうだけでおかしいんだよね。雑談って、やっぱり、同じこと思うんだがたまに入るから雑談で、全然話合わなかったらやめちゃうんだよ。やめちゃうよね。あわかるわかる。それってこういうことでしょってそういうこと、あ、それそれそれとか言ってるのが面白い。そうそうそう。いう強調したりするのが雑談なんだよね。としてんじゃん。 それ伊藤さん絶対間違ってるよって言ったらの喧嘩じゃん <laughs> そうだよね、うん、それ別に雑談においてどうでもいいからね俺論争がないんだよ、ね、な社会、ね、雑談はね,雑談はねだからある程度やっぱり友達っていう条件じゃないと雑談って本当はできないんだよそうだね、うん、だって相手が何考えてるかとかどういう育ってきたかとかってある程度知ってての雑談だ,から、ね、上だもん、ね、そうだ、ね、そうなんだよだから 昨日今日会った人にいきなり雑談しようと思っても無理なの。も<ー>うん、その、あの、あの、年、年輪を、まあ、お聞かせしている雑談。はい、はい、まあ、ちょっと余談に入ります。伊藤聖子、三浦純雑談お相手は伊藤聖子と。ああ三浦純でした。